スマホでカメラで撮るなら簡単すぎてどこでも撮れたりできるけど、その出向いてっていうか、お金かけて撮る分だけのなんかシールに残ったりとか画像に残るのが特別な感じです。光の加減とか、あと、うん、目を大きくなるとかがうまく加工してくれる感じとか、肌とか、うん、肌の毛と違いになる、肌と光が毛と違いによくなります。